できてんのかな。これがちょっと消えないね。これが消えないね。どういうことだろう。これプレビューなのね。うん、プレビュー置いとこうか。はい、こんにちは、ともチャンネルです。今日は Chromebook を今使って、キャプチャーの方で録画しております。いつもはちゃんとカメラを使って Chromebook をね、使ってる状況を撮ってるんですけど、今は Chromebook のアプリで、こうプレビューをね、キャプチャーするアプリがありまして、それを使って録画しております。で、前回もこれ、前回っていうかね、かなり前にも紹介したんですけども、実はここのところにちょっとしたあれがありましてね、ほら、今このマウスをこうフォーカスするやつと、ここにはね、絵を描く機能があるのと、さらには消す機能、消す機能があると思わなかった。これね、ほら、消えちゃった。で、これは、ここに、ね、ウェブカメラの内容が映るんだけど、これは、ここに、今なんかしないと、これ消えないんで、これ消しちゃって、あ、これでいいのか。これでできるのと、あと時間をね、録画時間を、こう、表示できるっていう機能があったんですよ。で、これは消すやつなんだけど、こんな機能があると思わなかったね。このフォーカスどうでもいいけど消えてくんないかな。あれ、フォーカス全然消えてくんない。あれ、動きがえらい遅いんだけど、まあ、この辺もね、アトムというね、CPU で頑張ってるだけなんでね、まあ、この辺は了承ください。ただね、こういったキャプチャー画面をね、録画できるっていうのがね、いいですよね、これね。おっそ。これ相当やっぱり CPU に負荷かかってんだろうね。これをやるときにやっぱりそれなりの CPU が必要なんのかな。ただこれ Chrome のアプリの、なんていうの？拡張機能なんですよ。もしかしたらこれ普通のね、Windows でも Linux でも Chrome 使ってれば使える機能なのかなーって今ふと思ったんですけど、どうなんでしょうね。これ使ったことあることある、使ったことがある人いんのかな。はい、どうでもいいけど、そろそろちょっとね、終了したいんですけど、これを止めるにはこれでいいのかな。ポーズ、今ポーズしてスタートしたんだけど、これちゃんと撮れてんのかな。ということで、今回の動画終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルがね、まだまだ見たいよと言えばチャンネル登録を、そしてこの動画良ければグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。